肩こりの方、肩こりの一番の原因はすごくシンプルなんですよ。肩周りの運動不足です。で、皆さんに質問です。今日朝起きて、今もうちょっとで2時になりますけど、今まで肩より上に腕を何回持ち上げましたか？どうですか？なんか洗濯でなんかするとか、じゃない限り意外とこの辺に用事がないんですね。この辺に少しでも用事を作るんですね。それが大切なんですね。まあ、すごくシンプルなのは万歳ですね。万歳で、肩が痛い方は肘曲げていいんですね。これでいいです。これを20回繰り返していきますね。万歳を20回。腕結構重たいですね。これでいいんですね。用事ができるんですね。万歳だけでも十分です。あとはもう一個、肩をすくめます。すくめて下、すくめて下、これも20回やっていきますね。いきます。せーの、腕を前、ここからすくめてストン、すくめてストン、腕を前に出した状態からすくめてストン。じゃあ10回でいきます。3、4、8、9、10。 OK です。きついですね。腕って重たいんですね。重たいですよね。肩こる時って腕を支えきれなかった時になってしまうんですね。運動不足の時と、あとは支えきれない、この今皆さんが持ち上げたのが腕の重さです。意外と重たい腕を支える力がないと凝っちゃうんですね。最低限必要なのは、今皆さんの持っている腕をちゃんとしっかりと持ち上げる力が必要なんですね。そのトレーニングとしては、今のすくめる運動だったりとか、ちょっときついんですけど腕を前にしてすくめた運動をすると、腕を支える力がつくんですね。そうすると肩こりになりづらくなってきます。万歳することと、あとは腕を支える筋力を作っていく。改めまして、アヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操の情報や、アヘアホ体操が12年間培ってきたノウハウをお伝えしています。チャンネル登録をよろしくお願いします。北海道札幌から発信中です。